韓国がインドネシアと共同開発を進めているジェット戦闘機 KF-21 ポラメは、2022年7月19日に初飛行を成功させた後、2023年5月16日に、これまでに行われてきた約260の試験検証において要求性能が満たされたとして、暫定戦闘用適合判定を受けて2024年には量産が開始されると見られているよ。それに向けて今後も各種試験が継続され、最終的な戦闘用適合判定を2026年までに得て、空軍への配備が開始される計画であるとされ、同日にはインドネシア空軍のパイロットが試作4号機に搭乗して、外国人パイロットとして初めて飛行しているな。今回は韓国が開発を進めている戦闘機 KF-21 で問題が続出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催されたソウル ADEX2023 において、KF-21 による5分間のデモ飛行が実施され、見物に訪れた韓国の一般国民の前で飛行する姿が初めて披露され、水平急旋回や背面飛行などのアクロバット飛行を披露して観客を驚かせたと報じられたよ。なお、韓国メディアではこの KF-21 をアメリカの F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と同じ第5世代ステルス戦闘機として報じているが、イギリスのジェーン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたものの、その一方で開発元の韓国航空宇宙事業 KAI の公式サイト上では KF-21 をアメリカのロッキードマーティン社製の F-16 ファイティングファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているな。その理由として考えられるのは、KF-21 にミサイルを搭載する際には主翼や胴体下に剥き出しで搭載されることにあり、他の第5世ステルス大戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが KF-21 では設置されていないことにあるぜ。KAI では KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図を公表していて、このことによって KF-21 のステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたね。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 や F-35 の外観によく似ていることから、当初は高いステルス性能を持っているのではないかとされていたものの、ウェポンベイが非搭載であることによってミサイル搭載時のレーダー反射断面積 RCS が大きくなってしまうことで、KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのではないかとの見方が出ているというよ。このように間もなく量産が開始され、実用化が近いとされている KF-21 について2024年1月、開発を進めている KAI にインドネシアから派遣されていた技術者2人が開発関連の機密資料を社外に持ち出そうとして摘発されたことが報道されたんだ。2月2日に韓国防衛事業庁が明らかにしたところによると、2人のインドネシア人技術者は先月、KF-21 関連の資料約6000件を USB メモリーに記録して外部に持ち出そうとしたけど、彼らが KAI の外に出ていく過程でその行為が発見されて摘発されたために持ち出しは未遂に終わったみたい。キョンナム警察庁安保捜査課は1月14日から15日にかけてキョンナム涙川にある KAI の事務室に対して家宅捜索を実施して、2人が設計図面などを携帯電話のカメラを使用して撮影した疑いもあるとして、2人のインドネシア人技術者を防衛事業法違反容疑で立件し、出国禁止措置を取って拘束し取り調べを進めているぜ。韓国の防衛事業法第50条によると、防衛産業企業において防衛産業関連物資の生産研究に従事した技術者などが業務遂行中に知り得た機密情報を外部に漏らした場合は、5年以下の懲役または5000万ウォン約570万円以下の罰金刑となる可能性があるとされているな。二人が盗み出そうとした情報とすでに持ち出された情報の有無について、
韓国では国軍防庁司令部国家情報院防衛事業庁などが調査チームを立ち上げて精査しているが、現時点では明らかにされておらず、その中に KF-21 の3次元設計図プログラムで革新技術とされている CATIA カティアの流出があったかどうかが注目されているらしい。KF-21 は韓国空軍が運用している FA-50 に次ぐ国産のジェット戦闘機として計画されたよ。2001年3月の韓国空軍士官学校卒業式において当時の金大中大統領により開発計画が発表されて KAI によって開発されることが決定され、総事業費は開発費8兆5000億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6000億ウォンと合わせて総額18兆1000億ウォン約1兆8000億円の予算が計上されているんだ。その後 KF-21 の開発計画にインドネシアも参画することが決定されて開発費を分担することとなり、2016年に韓国政府が 60%、KAI が 20%、インドネシアが 20% とすることが決まったってわけ。インドネシアは約13億ドルを支払って最大で48機の KF-21 を取得するほか、製造技術移転を受けて自国でも生産する予定であったが、その後インドネシア政府は国内の防衛予算が制約を受けていることを理由として分担金のうちの約 13% にあたる1億9000万ドル約294億円しか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドル386億5000万円であるとされていたな。この支払い遅延に対してインドネシア政府は、インドネシアンエアロスペースがスペインと共同生産した CN-235 輸送機、世界的に PTDI として知られている輸送機を韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物納入によって補填することを申し出るなどして、韓国政府が了承して解決したなどという情報も出ていたぜ。インドネシアが2016年に決定された分担金を出す代わりに、韓国は KF-21 に関する技術の一部を移転することで合意していたが、これはインドネシアが KF-21 の開発が完了するとされている2026年6月までに分担金を完納することが条件とされており、これに基づく形でインドネシア技術者が KF-21 の製造を担当する KAI のキョンナム社長にある本社に派遣されていたんだよね。しかしインドネシア側は分担金の納付を何度も繰り返して延期していて、2024年から2026年までの間に毎年約1000億ウォン約114億円ずつとして、3000億ウォン約342億円を追加で出すことが可能となったとして増額する提案を韓国側に通知したことがわかっているほか、当初より分担金を減らした場合、インドネシアへの技術移転情報もその分だけ少なくするという条件も付けたらしい。2025年4月時点で、インドネシア側が韓国側に支払った分担金はわずかに3000億ウォン程度とされていて、分担金を減額した場合には最終的に6000億ウォン約680億円だけを支払う形になるみたい。韓国防衛事業庁の関係者が中央日報に語ったとされているところによると、インドネシアから減額の提案があったのは事実だけど、我々はまだ最終決定を出していないとして、現時点では減額案をめぐって検討中であると述べたとしているね。韓国とインドネシアは2021年にも分担金をめぐる協議を実施していて、2年ぶりにまた分担金調整交渉に入ったとみられ、一部のメディアの読みでは早ければ2024年5月末に交渉が終わるとする見方も出ているよ。その交渉の中でインドネシア側は2023年末に、分担金の納付期限を2026年からさらに8年延ばして、2034年まで毎年1100億ウォン約125億円を支払うとする提案を韓国側に伝えたとされているが、その真偽は定かではないな。今回の情報漏洩について KAI では持ち出そうとされた USB 内の資料のうち問題となる情報は、ごく一部であるとする趣旨の調査報告書を調査団に提出したとされているぜ。しかし調査団は拘束されているインドネシア人技術者の主導の下で、他に KAI に派遣されている16人のインドネシア人技術者が知り得た情報を本国に送る報告書を作成したとの状況も確認されたとして、
さらなる情報漏洩の可能性が残っていることを示唆しているというね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。アメリカのロッキード・マーティンが中心となって開発された、第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2については皆も知っているよね。アメリカのみならずイギリス、カナダ、日本などの同盟国空軍が運用している既存の戦闘機、戦闘攻撃機、対地攻撃機を置き換えることを目的とした計画である統合打撃戦闘機計画、ジョイントストライクファイタープログラム JSF に基づいて開発された多用途戦闘機マルチロール機だな。さて、今回は韓国空軍が運用する F-35 の重整備問題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、まずは F-35 について続けていくんだけど、アビオニクスなどはコンピュータによる情報統合を推し進められていて、ヘルメットディスプレイに情報が投射されるヘッドマウントディスプレイシステム HMDS よってパイロットの全周囲視界が確保されているなど、開発当初からマルチロール機として開発されたために、制空戦闘機として開発された同じ第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターと比較した際に、対地攻撃能力や電子装備の充実度合いにおいては F-35 が上回るんだって。また、JSF との名の通りにほぼ同一の機体構造が用いられた3つの派生型があり、基本型となる通常離着陸機 CTOL の F-35A、垂直短距離離着陸機 STOVL の F-35B、そして航空母艦の艦載機として運用される艦上機 CV 型の F-35C が同時に製造されていて、アメリカ空軍のみならず海軍や海兵隊でも採用され、西側諸国においても A 型と B 型を中心に導入が進められているぜ。日本の航空自衛隊では最終的に A 型105機と B 型42機を調達する予定となっており、STOVL 機の B 型は海上自衛隊の出雲型護衛艦出雲と加賀の空母化改修後に艦載機としても運用される計画だな。また、隣国の韓国空軍でも2022年までに A 型40機を購入し、そのうちの1機がバードストライクによって損傷し廃棄処分となったものの39機を運用していて、2023年12月にはさらに A 型20機の追加購入契約が発表されるなど導入が進められているのであるが、韓国空軍は F-35A のメンテナンスにおいて大きな問題を抱えているらしい。F-35 については JSF として開発された観点から西側諸国での導入が一気に進むとされ、短期間に大量の製造が見込まれていることからアメリカ本国のテキサス州にあるロッキード・マーティンのフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場に FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウト施設が設置され、アメリカで製造された F-35 の機体パーツが運び込まれて最終組み立てと検査が実施されているよ。また、機体のステルス性能維持やアビオニクスのメンテナンスなど重整備や、ブラックボックスなどロッキード・マーティンのエンジニアしか触れることのできない部分の、メンテナンス修理オーバーホールアップグレードを多数の機体に実施するために、国際整備拠点 MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが用意されており、本国のアメリカの他に FACO 設備が利用可能なイタリアと日本がそれぞれ欧州とアジア各国の機体を担当し、南半球における運用国であるオーストラリアの4国に設定されたんだ。アメリカ側のこの方針に従うならば、韓国は最も近い日本の MRO&U において自国空軍が保有する F-35 の重整備を実施することが時間的な面でもコスト面においても有利になるんだけど、過去の歴史において反日思想が根強い同国はこのことを嫌い、日本に自国空軍における F-35A 運用の実態を暴露することになるとして、自国の F-35A を輸送艦などに搭載してオーストラリアかアメリカ本国に送り重整備を実施すべきであると主張する声が高まりを見せていたよね。これについては日本に設定されている MRO&U が、韓国側が徴用工問題などにおいて先般企業として名指ししている三菱重工業が担当していることのほか、前政権の文在寅政権の過激な反日思想も拍車をかけていたな。
日本の防衛省などの説明によれば、日本の MRO&U は航空自衛隊が運用する F-35A 型及び B 型だけでなく在日米軍と在韓米軍、そして韓国空軍の F-35A も受け入れることが可能であるとして、年間30機以上の重整備を受け持つことができるとされているのであるが、これまで反日姿勢を強めてきた韓国は同国空軍の F-35 を日本で整備することを頑なに拒絶してきたわけだ。アメリカ側では MRO&U を設置した国が担当地域の重整備を行うことで、その施設設置に投資した費用の一部を回収する仕組みとしているため、アジアに位置する韓国の F-35A はオーストラリアやアメリカではなく、アジア太平洋地域の MRO&U である日本の三菱重工業の施設を利用することを主張していて、韓国の F-35A は重整備を受けられない状況に陥っていたよね。そのような状況について韓国の革新政党である正義党に所属しているキム・ジョンデ議員が、アメリカが日本と日韓相互軍需支援協定 ACSA を締結した上で、韓国の F-35A の重整備について日本の MRO&U を利用する圧力を加えているのは、F-35A の購入契約締結時に、アメリカが当時のパククネ政権との間で韓国空軍の F-35A の重整備を日本やオーストラリアの整備拠点を利用するとの条件が盛り込まれた契約に署名したためであるとして、韓国の F-35A の重整備をアメリカ本国においても受けることができるという選択肢を消してしまったためだとする主張が報じられたよ。キム議員はさらに、しかしながら実際に時間と費用を負担してまでオーストラリアやアメリカ本国で、重整備を受けることは国防費上のコスト面から見て現実的ではないとして現状では日本で整備を受けるしかないとも述べているんだ。しかし、それについてはチョンジュの空軍基地に配備された F-35A の整備を日本の戦犯企業に依頼しなければならない状況であることは屈辱でしかなく、韓国空軍が技術的に日本に従属することになり、容認するわけにはいかないとした上で、それを防ぐために韓国国内に F-35A の重整備を実施することができる MRO&U を誘致すべきだとして、チョンジュ空軍基地に MRO&U を誘致することを韓国国会で推進するべきであると主張したぜ。このキム議員の発言後しばらくは、この問題について目立った動きは見られず韓国空軍の F-35A の重整備は結局、日本で実施されることになると見られていたのであるが、アメリカ国防総省が2019年に F-35 のアビオニクス救命装備品膠着装置ケノピーポンプバルブ電力システムなど、400品目以上の修理可能品部品における世界的な MRO&U 体制の割り当てを発表したことで風向きが変わったな。国防総省のマット・ウィンター海軍中将によると、世界的に MRO&U 機能を展開させることで運用各国の部品入手性が向上され、F-35 の稼働率を高めることができるとして、2021年から2025年までにこれまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも部品を割り当てて修理体制を整備することが明らかにされ、ついで F-35 の配備機数増加に伴う修理需要の増加に合わせて、2025年以降はインド太平洋地域の日本とオーストラリアに加えて、韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えが示されたよね。その後アメリカ国防総省は、北大西洋条約機構への加盟が決まり F-35 の導入を決定したフィンランドにおいても、機体やエンジンに各種コンポーネントの整備や修理を自己完結できる運用体制を構築することを認めるなど事態が進展し、2024年4月には韓国の防衛事業庁が F-35A の重整備について韓国国内で実施することをアメリカ側と合意したとして、2025年から韓国空軍の整備士をアメリカに派遣して教育を受けるとした上で、チョンジュ空軍基地内に設置される施設において2027年末から F-35A の重整備が開始されることを明らかにしたぜ。これを受けた韓国メディアも日本で F-35A の重整備を行うことで軍事機密情報が流出するという懸念の声が多かったが、空軍が重整備を直接行うことになったと報じていて、
韓国の反日感情からその行く末が懸念されていた同国空軍の F-35A の重整備問題が決着したと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催されたソウル ADEX2023 において韓国がインドネシアと共同開発中のジェット戦闘機 KF-21 ポラメが初めて一般公開されたよ。 KF-21 は韓国空軍が現在も運用している FA-50 に次ぐ国産戦闘機として2001年3月に韓国空軍士官学校の卒業式において、当時の金大中大統領により開発計画が発表され、韓国航空宇宙産業 KAI が開発を進めることとなり、総事業費として開発費8兆5000億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6000億ウォンと合わせて、総額18兆1000億ウォン約1兆8000億円の予算が計上されたぜ。さて今回はそんな韓国が開発を進める国産戦闘機 KF-21 のポジションについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。KF-21 の開発計画にはインドネシアも参画することが決定され、開発費の分担は韓国政府が 60%、KAI が 20%、インドネシアが 20% となり、インドネシアは約13億ドルを支払って、最大48機の KF-21 を取得するほか製造技術移転を受ける予定だったけど、インドネシアは国内の防衛予算が制約を受けていることを理由に、分担金の約 13% に当たる1億9000万ドルしか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドルとされていたよ。これに対してインドネシアは、インドネシアンエアロスペースがスペインと共同生産した CN-235 輸送機、世界的には PTDI として知られているを韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物の運輸によって、補填することを申し出るなどして解決したと見られているね。KF-21 はイギリスのジェイン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたんだけど、その一方で、開発元の KAI は公式サイト上で KF-21 をアメリカのロッキード・マーティン社製の F-16 ファイティング・ファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているみたい。その理由として推測されているのは、KF-21 へのミサイルなどの搭載にあたっては主翼や胴体下に剥き出しで搭載され、他の第5世代戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが設置されていないことにあるな。KAI からは KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図が公表されており、このことがステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたわけだ。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 ラプターや F-35 ライトニング2の外観によく似ているものの、このウェポンベイ非搭載であることによって KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのであろうと見られているね。KF-21 の初舷は全長 16.9 メートル、全幅 11.2 メートル、全高 4.7 メートル、最大積載量 7700kg、最大離陸重量 25,600kg とされ、ゼネラルエレクトリック GE のアフターバーナー付きターボファンエンジン F414 を2発搭載して、最高速度はマッハ 1.81 時速 2200km を発揮するというよ。KAI では KF-21 について、国産の高性能かつ低コストとされるアクティブフェイズドアレイレーダーを含めた高性能のアビオニクスが搭載されるほか、電子戦装置 IRST データリンクなどが搭載され、運用要求においては高速迎撃能力、超音速巡航能力に加えて、ある程度のステルス性能を持つマルチロール機であると規定しているんだ。これは KF-21 の開発計画が発表された当初、韓国が初めて国産開発製造をする第5世代ステルス戦闘機であると喧伝されたにもかかわらず、
上記の理由で中途半端なステルス戦闘機との評判が高まったことを払拭するためと見られていて、韓国側としては輸出を念頭に置いている KF-21 の評価を低レベルの第5世代戦闘機とするよりは、高性能な第 4.5 世代戦闘機としてイメージアップを図りたいとの思惑があるものとみられ、このような対処の上手さが、韓国が世界の兵器市場においてシェアを伸ばしている理由であろうとの見方もあるな。KAI では KF-21 の今後の開発計画について、まず対空戦闘能力のみを追求したブロック1を、2026年までに韓国空軍に配備するとしていて、その間にセンサー能力などを向上させ対地対艦攻撃能力を有する、ブロック2の開発を進めて、さらにウェポンベイを搭載するなどの改修を施したブロック3の開発を進めていくものとみられ、ウェポンベイを搭載したブロック3の登場をもって KF-21 を第5世代ステルスマルチロール機として世界にアピールするのではないかと見られているぜ。ただ、KAI では現時点ではブロック3の登場がいつになるかについて具体的な計画は立っていないとしており、現時点においてはアメリカの NGAD ネクストジェネレーションエアドミナンス計画や、日本、イギリス、イタリア3カ国が共同開発を行っている次期戦闘機にフランス、ドイツ、スペイン3カ国が共同開発を進めている FCAS フューチャーコンバットエアシステムなど、世界の戦闘機開発の趨勢は、第6世代とされる次世代戦闘機の開発に移っていることから、KF-21 のブロック3もまた、遅れてきた第5世代戦闘機と揶揄される可能性は否定できないんだよね。また、ブロック1が収益したとして韓国空軍では2028年までに40機を調達する計画であるものの、パートナーであるインドネシアが負担金を完済したとする情報はなく、残金の支払いは交渉中であるとされていることから同国に納入できないことが考えられ、その場合 KF-21 の製造コストが大きく跳ね上がって、ロッキード・マーティン製の F-35 も上回る可能性がインドネシアのメディアなどから示唆されているよ。韓国ではこのような状況下にある KF-21 を世界市場に売り込むために、マルチロール機を標榜している同機に様々な機能を付加させようと試みているな。KF-21 は制空戦闘用の一人乗りの短座型だけでなく操縦訓練の目的で複座型の開発も進められているけど、その機体を対地対艦攻撃用兵器を統制する乗員を乗せる複座型攻撃機とするほか、無人戦闘機編隊の編隊を統制指揮する司令機としての運用も検討しているとされているね。これは共同戦闘システムコラボレーティブコンバットシステムという名称で、無人機 UAV を用いておとりとして敵の目を欺いたり、電子戦や ISR 情報監視偵察に活用したりするほか、攻撃なども実施させ、その統制と指揮を KF-21 複座型の航跡の乗員に実施させるというものだよ。これらのことから、韓国側による KF-21 の輸出戦略は同機の装備についてコンポーネント化することで、同機に興味を持つ国の要求に応えられるようにするものであるとみられ、韓国のこの兵器輸出における柔軟性はこれまでにも同国の兵器輸出の際に見られたものってわけ。実際に KF-21 に対しては UAE アラブ首長国連邦や、韓国からこれまでに多連装ロケット砲システム K2 戦車、K9 自走榴弾砲 FA50 戦闘機などを輸入してきたポーランドが興味を示しているとの情報もあり、韓国側の兵器輸出に対する設計変更や現地生産などへの柔軟性が評価されているものとみられているな。現代のジェット戦闘機は世代が変わるごとにその能力が格段に向上し、機体、アビオニクス、兵装など様々な分野において、高度な技術が求められ開発製造コストが膨らんでいることから、アメリカやロシア、中国などの技術力と、経済力を持つ国家でなければ単独開発が難しくなったと言われているぜ。日本においても2035年に退役を迎える F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機開発においては当初単独で実施されることになっていたものの、戦闘機開発の最新技術の蓄積がないことと開発製造コストの増大が予想されることから、3カ国共同開発にせざるを得なかったと見られているね。また、
アメリカにしても第6世代戦闘機の開発には費用対効果の点において躊躇しているとの見方があるほか、中国も第6世代戦闘機は無人機を開発するのではないかとの噂があり、韓国の KF-21 のマーケティング戦略が注目を集めているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。